石村先生、本日もよろしくお願いいたします。はい、はいえー。本日はですね、YouTube のご覧いただいている方より質問いただいております。えっ、ー、とですね、トレーニングをですねしない日はですね、プロテインを飲まなくていいんですかっていうですね質問いただいておりますので。この点についてよろしくお願いいたします。まあ結構これはあのすごい初歩的な質問でもあるんですけど、よくやっぱり聞かれることでもありますね。で、はい、まあ普通にまあ始めたばっかりの時はあのプロテインっていうのは とかあのタンパク質と投与とかもワークアウトした日だけを考えればいいのかなって思う人は多いみたいなんですけども、はい、実際筋肉っていうのは、まあ、ワークアウトによって受けたダメージを回復してで、まあ、それが前よりもいい状態に回復して大きくなるのでそれを繰り返すことによって超回復という原理で大きくなるっていうのは、まあ、基本的な原理なんですけどもその時に治療回復期間があるので回復している時の やっぱりタンパク質というのは材料に筋肉の材料なので回復するためには絶対必要なもんなんですよね。ですから間違いなくそのワークアウトしてない日でもオフの日でもタンパク質しっかり取るっていうことがすごい大事になります。まあ例えばあの一回壁をぶち壊して作り直すときに材料がなかったら作れないですよね。ですから壊して直後もまあ材料必要だけど。 もう修復素材でずっと材料が必要なわけじゃないですかだ、はい、からその材料は必ず必要ですしタンパク質っていうのはですね体の中に保存が効かないので、はい、あの一回にドカンと取るよりもあのちゃんと毎時間決まって回数しっかり取るっていうのが大事なんですよね、はい、ですからまあ あんまり5時間以上とかの食感を開けたくないんですよね。まあ6時間とか過ぎてくるともうタンパク質が足りなくって、あの足りなくなるとあのいっぱい取ったとしても、まああの保管ができないので足りなくなってくるんですよね。そうするとあのどっから調達するかって言うと筋肉を分解して、そのタンパク質。まあ、アミノ酸タンパク質が分解されたアミノ酸なんですけど、アミノ酸を筋肉が使い使っちゃうので、あの絶対にタンパク質っていうのは？ そうするときに5時間に1回食事をするのはすごい大変なので、はい、あのプロテインパウダーっていう、まあ、今はウェイプロテインって牛乳を パウダーにしてあのタンパク質だけを抽出したものが主流なんですけどもそういうものを取ることによって食事は1日5回も、まあ、6回も取れないけどその合間合間にプロテインを、まあ、5時間以上食感がきつい時はプロテインを飲むっていう風にすればあの筋肉が維持できるし回復にも役に立つので筋肉がより大きくなりやすいということでプロテインっていうのはかなり必需品になってくるわけなんですよね。うん で筋肉が大きくなればなるほどやっぱり必要なタンパク質量も増えるんですけどもそうするとやっぱりプロテインパウダーとかは飲まないであの食べ物だけだとやっぱりちょっと胃腸の方がもう追いつかなくなってきて、はい、あの胃腸が壊れてしまうと全てはあの胃腸胃を通して腸から吸収するのでその吸収をしなければ取っても全く意味がなくなるのでそういう胃腸のケアも考えて食事と食事の合間の必要なところはプロテインにするとかっていう。 工夫が必要になってくるので、まあ一番大事なサプリメントとも言えますよね、プロテインが。なるほど。まあタンパク質も保管できないんで、はい、その間をもうプロテインパウダーで、そうですね。一応に負担かけずに取っていくうっていうことがま、はい。まあ体の中でどんなにたくさん取っても、5時間経っちゃえばほとんどもう使えない状態になるので、はい、あのまた取らなければいけないんですよね。はい、その時に5時間に一回食事をしてるんじゃ結構あの。 とてもじゃなないいけど胃腸が追いつかくまあ本当プロ級のボディビルダーにになるともう3時間に1回取ってますからね、えー、やっぱり早い方がそのタンパク質をなるべく分解しないで済むということもあるので,、はい、であとトータルで取る量もやっぱり筋肉が大きくなってくれば視聴量も増えてくるのでやっぱりいっぱい取って初めて一日の量を増やすというのもあるし、はい、あのもう3時間に1回取っている人は結構いっぱいいますから、はい、そうなってくるとプロテインなしではもう考えられないですよねそうですね。はい わかりましたでも体をつく材料プロテイン、まあ、タンパク質をしっかりとって、ね、いただくということですね、はい、ですからそのワークアウトする日もしない日も必要だっていうのはその材料ですので常に,常にタンパク質っていうのはもう足りないとまあたん質って筋肉だけじゃなくて皮膚とか髪の毛にもなっているので、まあ、あと生命維持に必要なので、はい、足りなくなったら筋肉からっていうふうになってしまうので、はい、あのその筋肉からタンパク質を作り出すことを、まあ、アミノ酸を使っちゃうことを防ぐなるべく防ぐためにいっぱい、はい。 あれですね、回数多く取ってあげるっていうのが大事ですねわかりましたそういった点気をつけてですね、はい、かっこいい体を目指せればと思います、はい、本日もありがとうございました